バトルベタピン。おーイエーイイエーイ。よしいいんじゃない。待って待って待って、なんかそのボールめっちゃ跳ねる。お、いいんじゃない。あ、待って、ちょっと待って、そんなに近くないけど。じゅんちゃんの勝利です。イエーイ。はい、今から3つ目の動画撮影しますが、うんうん、今回はちょっと特別なね、クラブで撮影するのよ。なんかいろいろありますよ。で、ちょっと特別なクラブなんで、はい、太平洋さんの許可をいただいてね、はい、コースで打って打たせてもらいます。今日はよろしくお願いします。はい、まっすぐ飛ばせば問題ございません。じゅんちゃん、使ったことないクラブだけど、まっすぐ飛ばすように頑張るよ。わかりました。今回用意したの4本。はい、4本です。まずこのドライバー、飛翔、すごい飛びそうな、いかにも飛翔ドライバーに飛翔ボールでいきます。あ、これは掛け算でむちゃくちゃ飛ぶ予想、うん、次にこれね、シャフトがすごく柔らかいアイアンです。7番アイアン、はい。で、続きまして、これは70度のウェッジ。70度、はい。ウェッジって普通もう58とか、まああっても60、それよりもさらに10ヤード開いてます。10ヤードじゃないね、10度10度開いてるアイアンです。で、もう1本、これはマジで見たことないと思う。じゃん、もう手の5番。手の5番って何名前、もう手で投げたようにはアプローチができるのよ。以上ね、うん、4本でいきます。はい、まあ、まずドライバーから。ほうほう、軽い。これはすごい軽くて、うん、高反発ドライバーです。総重量がなんと 243g、 シャフト 32g、 だから相当軽いと思 う。私ので36とかあるも一番軽いので、普通のドライバーは 300g あるらしいです。で、なんで飛ぶかって言ったら、フェイスが超薄い。ここ、ね、触っても分かんないけど、分かんない、めちゃくちゃ薄くなってます。公式競技使用不可っていうぐらい飛ぶってことですか。もうギリギリのラインまで飛ぶ設計にしたクラブです。プライベートのラウンドでは使う分には問題ないです。なんとこのボールも非認定級なんで、非公認ドライバーと非認定ボールで飛ばすと、ああ、軽っどんな打感なんだろう。いってみますね。はい、うわー、めっちゃ飛ぶわ。いや、すごいすごい、全然違う、全然違う、じゅんちゃん、本当にだって全然違う。ちょっと柔らかかったから引っかかった感じになっちゃったけど、うんうん、なんかね、飛ぶよこれ。気づいたら、うん、結構飛んでたって感じ、うん、早かった、うん、多分初速ってやつがめっちゃ速いね。軽い、軽いよね。なんかひょいってたらさ、うまくなりそう。うん、なんかね、ミホちゃんになった気分だもん。嫌いじゃない、振ってる感じしなくない？うん、しない。しかも別になんか一体感あるし、わかる。へぇ、何それ、もっと変な変な感じなのかなと思った。わかるわかるわかるじゃあ次行こう。グネグネシャフトアイアンとなります。スイング練習のために使うアイアンで、はいはい、しなる分飛距離は出る。おへぇ、練習場でも使うのでボールを打つことは問題ないが、はい、普通のラウンドで使うことは推奨されてません。はい、まあでも今回ね、ゴルフ場許可得てますので、はい、ここで打たせてもらいます。うん、よし、行ってみよう。え、わー、なんだそりゃで、ね、どういうこと今の。わかんない、上で止まったりした方がいいのかな、うん、おー、こういうことね。うまいじゃん、普通にミートしてる。ナイスショー。どういうことだった？止まってからじゃないと。あ、なるほどね。クッっていうのはね。そう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 。ためじゃん。うん。ためを作る練習じゃん。そうかも。こう突っ込み防止みたいな。そうだね。ゆっくり振る練習だね。へえ、面白い。以上、これはグネグネアイアンの。グネグネアイアンのレポートでした。じゃあ次行きます。はい。出た。ニャ。手の5番は変な形のウェジですが。うん、ソールの形状のおかげでバンカーや深いラフから出しやすい。もうラフでやってみよう。抜けがいいのかな。もう構えた感じは別に普通。普通？うん。後ろから見るとなんかちょっと変だけど。うまいじゃん。手で投げたようなアプローチじゃないこれ。安心感。うん。
なんか思った球じゃない球が出る。そう、思ったより浮くんだけど。でしょ？もっと低くて転がるのかと思ったら意外とスピンかかるし、うん、ちょっと不思議な感覚。不思議な感覚するよね、うん、なんかあれって感じするよね、うん、変なミスはでも出ないよ。出なそう、うんうん、はい。これは結構でもアプローチ苦手な人にいいかもしれないね、うん、手の5番。手の5番抜けやすい。何使ってんのみたいななると思う。そうね、うん、面白道具が好きな方におすすめおすすめですね。あのみんなに覚えてもらえます、うんうん、はい。じゃあ次行ってみよう。最後じゅんちゃん、はい。70度のウェッジです、はい。まあ見ての通り、ね、めっちゃ寝てます。すごいよね、うん、なんでちょっとバンカーやってみようかなと思って、はい。うまい。止まった止まった。めちゃ止まった。めちゃスピンかかったね。すごい開かなくて、普通にアプローチするのと同じ感じで打つと打って、あれあんな感じ。てか女子良くない？いいかも。女子ってさ、体開くのとかさ、ね、苦手じゃん。でいつもの構えして。そうだよね。はいはい、70度。え、絶対いい。普通に打てる。これでも止まるよ。止まる止まる。やばやば。やばこの高さとかちょっとやっぱ嫌じゃん。嫌だ。ちょっとこういうことが嫌だもん。このそうだよね、蹴りみたいな。いや私だってあんなスパンって打てないから。すごいよ。え、それは1本入れようかな。名器だね。名器。うん、いいね。だってめっちゃ抜けるもん。簡単。この70度。びっくりしちゃった。いいね。いや本当めっちゃうまかったバンカー。ね、うん。ビッタビタだったね。ビタビタだった。距離出てるし。こういうことをするんですね。やっぱみんなね。面白いね。こそこそきっと。こそこそ。やってんのかもやっぱり。でも寝かしてとかあるかも。いいね、うん。はい。はい。じゃあ以上。うん。今回はクラブの検証です。はい。でこの後ゲームでクラブを購入して、うん、それを試してどういう結果が出るかっていうのをやりたいと思います、うん、はい、ゲームの中でも、うん、多分飛ぶクラブとかあるから。ああそうなんだ。そうそうそう、それをやってみたいと思います。ではゲーム画面に移ります。せーの、ブーン。では皆さん、はい、最後のゲーム対決でございます、はい、まあ今ジュリちゃん2回やって、2回やったね。一緒いっぱい、一緒いっぱい。で今回はね、うん、自分のクラブセッティングを作ってみよう、はい、で対決しよう最後、うん、パー5で。だからまずいろんなクラブとボールを選びます。なるほどね。今んとこドライバー以外はノーマルのセッティングで戦ってたんだけど、うんうんうん、最後はもういろんなのでやるよ。 OK。 まずドライバーは、うん、私はトールハンマーでいいや。ウッド。うわすごい、ヘビみたいなのある。アイアン、ゴリアス、ね、あ、すごい飛ぶ。でもラフがさ、私すごい大事だと思うんだよね。ラフに入った時に、あ、アマゾンいい。私はダウンインワンにしようかな。サハラ、あ、やめ、サハラちょっと15しかない。これにする。サンドリサンドリにする。ガチだからね、クラブ選びがね。ボールやばい、めっちゃある。パワー5やばくない？でも2オンできるかもよ、パワー5。それでバーディーチャンスみたいな。じゅんちゃんはキングメーカー。私キングメーカー、okay、大好き。勝負でいこう。これで ではゲーム開始します。まあまあじゅんちゃんあれよ、一番難しいとこでいくよ。ここはなるほどね。ツアー4。さ あこれで決着がつきます。心ちゃん、うん、負けないよじゅんちゃん、うん、なんだっけ、負けないよじゅんちゃん。それそれそれ。準備完了。あ、来た。じゃじゃーん。ボッコボコにしてやる。よし、2オンしよう。2オン、2オン。お、お、来た。いくよ。あ、なんかすごい、もうすっごい、すっごい飛びそう。すんごい飛びそう、これ。まず2オン狙いたいから、これぐらい。すんごい飛ばすね。大丈夫、バンカー越えくの。バンカーを。お、超えるか。ちょっと飛びすぎてないかこれ。え、おおお、ボール5だから。ちょっと待って、ストップ。入れ。まあまあまあ。なるほどね。まあまあ、お、320ヤード飛んでるよ。ボールの威力。これクラブとボールで相当飛ぶよ。打つ。しかも一番引っ張ってないのに、ね、一番引っ張るんかい。分かんない。これぐらいにしようかな。はっ。あ、すごい。すごいじゃん。
え、お互いな、お互いな。これも結構伸びてるよ、伸びてる伸びてる。待ってよ、やめて。行き過ぎた。え、嘘でしょ。行き過ぎた。あ、でも飛んでる。すごい、すごいね。てかレベルアップしたらさ、うん、すごいゲームが変わるね、うん、え、どういうこと。刻めってことあるじゃん。刻めってこと、超えない。もしくは行ったら、あ、超えれないんだ。ちょっと刻んとくわ、怖いから。じゃんじゃんじゃん。あ、ちょっと大丈夫か、うん、刻みだからね、とりあえず。え、でもさ、超えれないね。やば、私もちょっと難しいね。難しい。ちょっと手前に。あ、じゃ待って、ラフじゃない方がいいのかな。うん、そんな気がするよ。ここにしてみようかな。うん、次の距離出せた方がいいもんね。フェアウェイに残すという作戦に行っています。さあ、これがね、きちっと出るかですよ。やっぱりそう。え、なんかまたどっか変なとこ打ってる。やっぱりラフカッターしか使えないんじゃん。これどこのコースどこ？あ、こっち行こう。とりあえず出すわ。うん。また次勝負で行くわ。次勝負。あー、ちょっと左だけど、まあ、でもフェアウェイキープが大事だから。フェアウェイキープが大事だ。もう私4打目勝負だわ。なるほどね。私はね、あれ狙えないじゃん。狙えないぜ、まだ。なんでウッド全然弱。あ、でもこれ右に風いってるから上に行こうかな、うん、打つ。どうだ、うん、結局出すだけね。はお、ナイス。これ風に乗っていいんじゃない。ラフじゃないでしょ、これ飛びすぎるね。すごい飛ぶ、すごい飛ぶ。カタクリズム、カタクリズムなんか言いたいだけです。そうだ、ね、手前から行った方がいいと思うんだよね、飛ぶから。このボール、確かに。何しよう。ほっほっほっ、ここでしょ。これジャスト、ジャストでしょ。はっ、飛びすぎる飛びすぎるって。ボールやめて、すごい飛ぶね、すごい飛ぶ。あ、で戻る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 。そんな技、そんな技、そんな技、すごい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 。手前すぎると持ってこない。チップインすれば勝利って。ナイス。ラフでワンクッション。なるほどね。そいや、お、完璧じゃん。ラフのワンクッション。お、え、転がる、そっから転がって。待って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 、嘘でやめて。まさかのチップイン。あー、しー、これ入れないとさ、負けじゃん絶対。そうだよ。え、もう今4だね。また得意じゃん。4だね、今ね。そうだよ。いや、今4だね。早く打たないと。そうだね、やばいやばい、早く打とう。ワンクス4だっしょ。4だ、入れるよ。もうふっくらい、これ入れないと負けるわ。やばい、強気だ。まあまあ強め、まあまあ強めに来てる。ここだ。はっ、え、何やってんの。え、回るよこれ。え、嘘、今矢印、あ、矢印見てなかったやばいやばい。えー、純ちゃん勝っちゃうの。いや、勝つでしょ。あ、違う。ほらー、ナイスパー。今のはダメでしょ、今のミスは。いや、だってさ、激推しくんだったよ。そう全然矢印見てない、これをね、うん、これを見てない、見てない。まあそういうところですね、まあ、でもこれさ、はい、結構さ、あの、なんで真剣、真剣なやるね、うん、ギャー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 。あとさ、全然クラブ変えるとさ違ったね。違う。皆さん、まあ、あのゴルフもいいですけど、うん、ゴルフができない、まあ、時間ですね、うんうんうん、あると思います。仕事が忙しくて、うん、できない時間とか、まあ、電車移動とかでもね、うん、お風呂でも、うん、できますので。あと対戦モードも、こうフレンドだけじゃなくて、あの、うん、なんですか、オンラインの世界の方とも対戦できるので、その辺も楽しんでもらえると嬉しいです。どうだった、やってみて。これね、やっぱね、ゴルフやってるとなおさら楽しいと思うんだけど、うん、このクラブの選択とボールの選択、うん、スピン効かせたいなとかさ、飛ばしたいなとか思いながらもさ、このボール飛んじゃうからちょっと手前かなとかさ、うん、なんか結構考えたもんね。考えた、途中フェード打ったりとかさ、うん、ゴルフでやってるからこそ楽しさ、うん、もうなんか盛り込まれてるよね、うん、盛り込まれてるね、間違いない。ちょっと面白い、面白い、うん、普通に悔しいし普通に盛り上がった、うん、でもあと次はクラブこれにしようかなとか考えてるでしょ。本当考えてる。ちょっと失敗したとか、矢印見るわ次は。そうだね、まあ、ボンミスもったいなかったね。皆さんもよかったらダウンロードしてみてください。はい、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございますリンゴルフチャンネル登録と高評価の方、はい、
よろしくお願いします。ゴルフクラッシュ、まあ、これ3本目なのでゲームで遊んでみた感想など書いてもらえると嬉しいです、はい、たくさんねダウンロードしていっぱいコメントくれたら嬉しいよね、そうなんレベルがいくつか、ね、皆さんもねどうだったかみたいな聞きたいので書いてみてください。バイバーイ。